動力炉、核燃料開発事業団は、1967年10月2日に、原子燃料公社を母体に発足した、戦後日本の特殊法人で、高速増殖炉及び新型転換炉の開発を専門とする事業団である。通称、略称は同年である。核燃料サイクルの中核施設で、高レベル放射性、廃棄物及び使用済み核燃料の再処理工場を持つ。 1998年に各燃料サイクル開発機構として開組された後、2005年10月には日本原子力研究所と統合され、独立行政法人日本原子力研究開発機構に再編された。1960年代の高度経済成長期に日本はエネルギー問題の活路を石油と核に求めた。しかし、 原子炉開発の技術力のない当時の日本にとっては、国産の原子炉は遠い目標に過ぎず、安価な海外の原子炉を輸入した方が、経済面においても負担が少ないため、国内の電力会社は、出来合いの輸入原子炉を次々と取り入れていた。さらに、核燃料である低濃縮空欄の製造には、軍事機密が多く、これも海外からの輸入に頼るほかなかった。 ナトリウム冷却炉のマスコットナトリウムごちゃん、エネルギー資源の乏しい日本は、発電しながら燃料を増やすことができる高速増殖炉に着目した。実現すれば、ウランの利用率は60倍に向上し、純国産エネルギーとして利用できる。しかし、当時原子力開発を行っていた日本、原子力研究所は、組織が不安定な状態に陥っており、原子炉の提供会社から、 原子炉の試験運転を規制されるほどであった。そこで発足されたのが同事業団であり、高速増殖炉、文ュの開発など、最先端の原子炉開発にあたっていた。高速増殖原経路、文ュのナトリウム漏洩事故や、東海村再処理施設アスファルト国化処理施設の火災爆発事故などの不手際のため、1998年に廃止され、 各燃料サイクル開発機構として開組された。その後、2005年10月に各燃料サイクル開発機構は、原検と統合され、日本原子力研究開発機構となった。1991年に、プルトニウム物語に頼れる、仲間プルト君という PR アニメーションを制作し、プルト君がプルトニウム入りの水を飲んでも、安全とプルトニウムの安全性を強調していたが、 国際的な批判を浴びた。ありがとうございます。